エイト。もう夏が始まって梅雨ですね。梅雨って言えば湿気が高くて肌にはいいんだけど髪が大変なことになっちゃう。特に自分は髪がすごく柔らかくて雨が降るとすぐに大変なことになっちゃう。なので今日は梅雨とか雨の日におすすめなヘアアレンジを紹介したいです。ヘアアレンジを3つ紹介します。じゃあ1番目のヘアアレンジは三つ編みです。前のこの動画にもこの髪型をやったことあるんだけど、とても簡単で雨の日はとにかくいいと思います。ただこれはある程度髪が長さが必要ですね。でこの三つ編みは2つのパターンがあって、最初はもう何もしてない状態でそのまま髪を編むか、それか髪を巻いてから編むっていうこともあります。これは簡単すぎるけどとりあえず編んでみます。で私は作る三つ編みはこうやって横、なんかロシアの女性は特に髪がとても長い女性はよく髪を三つ編みにするんだけど、自分はいつも髪が長くなかったから三つ編みはそこまでしてない。ここまでぐらいで、ここはもう私髪の長さが違うからこんな感じになるんだけど、雨の日はとにかくこういう顔周りの髪がこうなると思うから、まあ、ここら辺とかピンで留めたりすると雨の日には大丈夫だと思います。これだけだとちょっと寂しいから夏を意識して鼻をつけます。この渋谷109で買ったルックスローズっていうブランドでこの花があったから、これをとりあえずつけてみよう。ここに1個つけてもいいし、でも私は花が好きだからいっぱいつけてもいいかな。これは髪はストレートな状態で編んだからボリュームとかは何もないんだけど、髪を1回巻いてから編むとボリュームが出ていい感じになります。はい、こんな感じでさっきと全然違うと思いますね。巻いた髪で三つ編みでもいいです。じゃあ2番目のおすすめなヘアアレンジはただ髪を巻くこと。自分は髪がとても柔らかいから雨の日は巻いてもすぐに落ちますけど、多分日本人は髪の質が違ってて、例えば自分は髪巻いて落ちても外歩いて日本人の女性は普通に綺麗な巻き髪の髪型してて、わあなんて羨ましいって思いながら、自分はちょっと頭バカだから今まで雨の日だから巻いても落ちちゃうよねって思いながらアイロンでストレートにしてたけど、それは大きい間違いでした。なぜかっていうとストレートにしてもこうなるんだよ、なんかふわってなる、変なことになるから、どっちかっていうと髪をストレートにするより巻いた方がそのふわってなった時は自然な感じになる。多少カルが落ちても大丈夫だと思う。で落ちないようにとりあえず強めのカールを巻きます。最初はまずこれを使います。これはスタイリングミストふわりえっていうやつなんだけど、これをずっと使ってます。カールの持ちを良くなります。でそしてあとはこのビダルサスンの32ミリのお手アイロンを使います。まずはこれを髪につけて、とりあえず髪を強めに巻きます。普段は外巻きと内巻きのミックスで巻きます。はい、髪巻くの終わったけどちょっと軽くします。大体こんな感じです。最後はスプレーなんだけど、使ってるスプレーはこのロレッタのふわふわシュっていうやつで、ふわふわな感じ、そんなに強くはないけどこんなカールにはとてもいいです。ボリュームがすごいけどきっとそのうち落ちるからこれでちょうどいいです。でもちろん夏を意識して花をつけます。こんな感じです。
それで最後はヘアアレンジっていうよりただアクセサリーを使って髪をどうにかすることなんだけど、こういうやつを使います。このレモン柄前から気になってて、トレンドのレモン柄で、あとはこういうやつで、雨の日は一番問題のことはここ顔周りの部分はこうなるね、こうならないように、これをつけることによって顔周りの髪が抑えられてこうならないよね。一番簡単な方法ですね。これは起きてはすと雨だって思いながら、時間がない時とかこれをつけるだけで雨の日でも大丈夫だと思います。このレモン柄とかいいね。これ外にはこれで出たことないけど、なんかちょっと挑戦してみたい。ふさぎの耳。それでは雨におすすめなヘアアレンジでした。私みたいに雨の日は髪が大変なことになる人も結構いると思うけど、ぜひやってみてください。